孤独の三の規則にループしている当たり前のように続く季節の中で大事な何かをなくして初めて気づいた悲しみは心を黒い狂気で突き刺してく逃げられない揺るがない思いは運命を揺るがかしていくありきたりじゃなくて確かな答えを見つけ出すよ止められないイマジネーション危険なこと溢れてつまらないジョークなんていらないありのまま残せばいいのさ悔いがあるから輝く希望の光を見つけて未来はゼロ I believe just let me forever go! 金山マルシェに、ご来場の皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、ということでやってまいりました名古屋金山。あのフリーライブの方がですね、私なんか慣れていなくてですね、こうものすごい緊張しております。ドキドキしながらの、金山マルシェでございますが、皆さん楽しんでますか？私のライブ初めましての方いらっしゃいますか？どこまで本当だか分かりませんけれども、はい、NISSIW と書きまして、ミッシュと申します。前から読んでも、逆さにしても、MISSIW ということで、いつでもどこでもミッシュという意味です。このね、ミッシュが読めない方多いんですけれども、ぜひ名前だけでも覚えていただけたら、とても嬉しいです。元気をテーマに歌を歌っております。なんかね、癒し系の後にちょっとかなり癒し系な感じの、音楽が多いんですけれども、ぜひぜひ一緒に元気いっぱいね、一緒に体をちょっと私のライブ動かすライブなので、上半身だけでもいいのでよかったらね一緒に動かしていただけたら嬉しいです。ということでね、そろそろ座ってる方もね体を動かしたい時間かなと思いまして、ちょっとね頭と体を使う、楽曲持ってまいりました。よかったらぜひねストレス発散一緒にしていただけたら嬉しいです。はい、それではね、よかったら一緒に踊ってください。まず手を出してください。いきます、回します。回して上下、回してクロス、回して戻してクロス、前4回叩いて、イエーイ。はい、
もう一回いきます。せーの。回して上下、回してクロス、回して戻してクロス、前、4回叩いて。ありがとうございます。諦めないで一緒に踊っていただけたら嬉しいです。聴いてください。Don't stop the love。金山マルシェ、今日は来てくださってどうもありがとうございます。皆さんと短い時間ですが楽しい時間を過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。行った際に歌っていただければ私の方にチャリンときますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。はい、初めましての方もぜひ、ね、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。2月5日サードアルバムミッシュマニアリリースいたしました。このアルバムはですね、全11曲入っております。普通のアルバムとちょっと違います。何が違うかと言いますと、なんと11曲ノンストップで入っております。ぜひぜひね、もう本当にドライブの時には最適なので、ぜひ今日ゲットしていただけたら嬉しいです。その中から、1曲お届けしたいと思います。夢は見るものではなくて叶えるもの、信じる心は強さに変わっていく、そんな思いを1曲にしました。レボリューション、聴いてください。これじゃないです。はい、次のトラックでお願いします。夢と現実の境界線解き放てレボリューション。
美しい言葉だけ並べて現実から逃げる自分の居場所を探してた。礼儀も礼儀もあるのかわからない、この世界は自分で宇宙だらけの感情が溢れてさまよう。今宇宙に生き続けよう、後悔しない後をつかめ、暗闇くぐり抜けて叶えた夢はずっと輝き続けるだろう永遠に。人はいつだってその身かられるわがままな生き物さ、それでも信じる心が強さに変わってく。どこまでも続いてく明日を振り返る歩き乗りました。はい、ということでぜひぜひダウンロードしていただけたら嬉しいです。はい、ということでこのアイスクリームという曲はですね、愛を叫ぶのアイスクリームでございます。食べるアイスではないんですけれども、ぜひね歌詞もすごくねちゃんと聞きながら聞いていただけたら、とても嬉しいです。ということでここからねちょっと私のライブならではのラストスパートに入ってまいりますが、よかったら一緒に踊っていただけたら嬉しいです。簡単に説明しますので、よかったら一緒に体を動かしてください。まず手を回します。1,2,3,4,5,6,7 Hey! 1,2,3,4,5,6,7 Hey! 反対文字 1,2,3,4,5,6,7 Hey! 1,2,3,4,5,6,7 Hey! Hey! Wow! Crazy! アイスクリーム Wow! Wow! Crazy! アイスクリームですね。はい、次で Love and Love! アイスクリーム Love and Love! アイスクリーム。はいですね。はい、わからなくなったら最後手を挙げていただけたら嬉しいです。そしてですね、今日はスタンディングの方がいらっしゃるので、もし動かせたらちょっとハードなんですけれども、よかったらねこうやってちょっと運動的なものがございます。もも上げが12回って回ってしゃがんで一緒にジャンプってあるんですけれどもね、ちょっとね大変そうなので、簡単にできそうな具合でやっていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、重要ライブ5月7日青山リズムにて12週ライブを開催いたします。ありがとうございます。配信もございますので、ぜひぜひね見ていただけたらとても嬉しいです。ツイッターとチェックしていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは聞いてください、アイスクリーム。Thank you.
ですか。そんなに怒らないで気長に待てばいいじゃん。